ちゃめちゃめちゃくちゃだよ。新しいね、浅川の橋の上なんですが、川の方を見てみますと非常に勢いが強く、浅川流れが速くですね、あそこ危ねえんだよな、浅川。浅川さん、ダメですね、びっくりこの強風で JR 京葉線は午後1時頃から全線で運転見合わせに。JR 海浜幕張駅前にはバスに乗り換える人の長い列。
傘を差すこともままならない状態。歩いていたこちらの人も風で一気に後ろに押し戻されてしまいました。今回の台風15号、最大瞬間風速は実に60メートル。静岡市釣ヶ崎の持宗海岸です。ご覧のように海上から激しい風と雨が打ちつけていて、もう雨なのか波のしぶきなのかがわからない状態で、現在立っているのがやっとというような状態です。さらに静岡市内でも、こちらは県庁前に植えられていた高さ10メートルの欅の木が